そ、何やってんだ。やばい、なんか漏れてる。あんた大丈夫か？マッチがダメだ、気をつけ。そこは廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな。フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、無茶しやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土やら使用済みの機材、防護服だ。放射性廃棄物の危険度としては低レベル、直ちに人体に影響する数値じゃないってやつだ。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れねえ。でもなんだって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件としてもう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。するとその後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか？ああ、自分から志願したんだ。大道寺の人間にも断りを入れてな。 あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。俺は格がないんだな。じゃあ本当なんですね、余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いや、でも全然そんな風には見えないっすよ。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが無理をする状況は選びたくてな。あ、だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか？ああ、だが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。マジかよ、桐生さんがガンだなんて。ならあんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に診てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合もう転移が進んでて手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、そんな体で何もこんなことを。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話つけます。春日、それは違う。俺が今ここにいるのは俺自身が決めたことだ。大道寺一派の命令で仕方なくでもお前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。なんだよやるべきことって、大道寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。マジかよ。おい春日、大丈夫か？ああ、あの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。勘なんてよ。シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ、桐生さんは誰も止められねえ。え？桐生さんあん時のおやっさんと同じ目してた。また明日な、ビジ。そうか。あん時もおやっさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。何言ってんだお前。いや俺もうまく説明できねえんだけどさ。だが桐生さんがああ言った以上、俺らにできることはただ一つ。速攻で仕事片付けて1秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ？なんだよお前だけ分かりやがって。ああ分かんねえ。死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。さて、じゃあ行くか。なんだまだ怒ってんのか春日。そうじゃありません。そりゃ急でびっくりはしましたけど。いらん心配をさせたくなかったんだがすまないな。かえって気を使わせちまったか。そりゃそうですよ。でも桐生さん、話してくれてありがとうございます。知らずにいて、もしこの先桐生さんに何かあったら俺は一生自分が許せなくなるとこだった。本当のこと言うと俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きて。でも桐生さんの頑固さも分かってるつもりです。だからもうちょい俺らを頼っちゃくれませんか。頼る？いきなり桐生さんを病人扱いするつもりはねえ。けどせっかく俺らがいるんです。もっと俺たちに頼って甘えてくださいや。そうすりゃ桐生さんも変に無理しなくて済むし、俺らも嬉しいね。おうそうか、わかった。ああそうすることにする。厄介かけるがよろしく頼む。富澤、春日。しゃあねえな。なまあな。でも喜んで。じゃあ改めて行きましょうか。そうだな、約束の時間までまだある。何が待ってるかわからねえ。しっかり準備していくとしよう。富澤、この辺で買い物するならどこがいい？そうだな、アナコンダショッピングセンターかな。第5地区から近いし、あそこなら何でも揃うんじゃねえかな。よっしゃ、じゃあまずはそこで買い出しだ。おい、春日一番。ん？お前は何？こいつ殴ればいいの？いいよ別に、俺は殴れりゃいいから。横浜で俺の動画を撮ろうとした連中と一緒にいたやつだったか。名前は確か朝倉だよ、格闘家。格闘系動画の朝倉チャンネルってのもやってる。結構人気なんだぜ。なあ、そういえばそんなこと言ってたな、朝倉ね。思い出したぜ。その人気者の朝倉がなんでハワイにいるんだい？旅行が？いや違う、俺はあんたを追ってきたんだ。俺を？どういうことだい？約束しただろ、今度本気で戦おうって。なのにあんた勝手にいなくなりやがって。大変だったよ探すの。やっと見つけたよ。お前まさか俺ともう一度戦うためだけにわざわざハワイまで来たのか。だからそう言ってるだろ、横浜であんたとやり合ってからずっと忘れられなくてさ。もう一回邪魔者なしで派手に喧嘩したいんだよ。そういうのは動画の受けもいいしな。なあ、もういいだろ、さっきから体がうずいて仕方ねえんだ。ここまで執念深く追いかけてきたんだ。断るって言っても聞かねえんだろう。当たり前だ、いいから殴らせろ。行くぜ春日一番。楽しませてもらおうか。かかってきやがれ、俺の番だ。まだやり足りないよな、受けてみな。つかめたんじゃねえか。くなあ、何？ほう、そう。じゃあな。時間ぴったりだ。ちった真面目に働く気になったのかい？うるせえ。本当にお前なら第5地区に入れるんだろうな。疑うんなら勝手にしろ。何にせよもう時間だ。悩んでる暇はねえぜ。行くぞ。何にせよ他に手がかりはないですね。ザ、頼んだぜローマ。チッ。くそ、本当に大丈夫なんだろうな。ところでよ、あんたらはなんで第5地区に入りてんだ？パスポートを盗まれたんだ。犯人はそれと交換で第5地区に入ったみたいだよ。なら無駄足だな。バラクーダに渡ったものを取り返そうなんざ命がいくつあっても足らねえよ。本命は犯人の方でね。とっ捕まえて聞きてえことがあるんだ。そうかい。What's the hold up? Get this thing open already. Who the fuck are they? Just some Japanese tourists with more money than sense. Said they want to see a different side of Hawaii. Come on. Not like you've got anything to hide in there, right? Open the gate. さあ、ハワイツアースペシャルコースの始まりだ。切符になりゃしねえだろうな。死にたくなければ俺の周りを離れないことだ。この辺りは土地の権利関係が複雑でな。そのせいで再開発が遅れたんだ。土地と建物が放置されりゃ自然とホームレスが集まるのはバンコク共通さ。ここもあっという間にホームレスキャンプよ。観光地が近いこともあって行政は何度も浄化作戦を試みた。だが世界中からやってくるホームレスとのいたちごっこは終わらねえ。おまけにバラクーダがここを仕切り出してご覧のありさまってわけだ。ハワイのど真ん中にこんなとこがあったなんてな。ホームレスの多くがよその国から片道チケットでハワイに来た連中だ。みんな自分のパスポートをバラクーダに差し出す代わりにここに安住の地を得たのさ。でもパスポートを失ったら本国に帰れねえだろ。帰る気なんてねえさ。第5地区の中には何だって揃ってんだ。店に病院に食堂。バラクーダはここに独自の法律とインフラを整備したんだ。行政から見てもホームレスが街に野放しになるよりバラクーダに管理されてた方が都合がいいのさ。だが第5地区内の店を利用するにも金はかかるんだ。ホームレスはどこからその金を得てるんだ？まあいろいろあんのさ。でパスポート盗んだやつの手がかりはあんのかい？なあ、日本人の若い女性だ。千歳って名前でちょっと気の強そうな。よくその程度の手がかりでここに乗り込もうと思ったな。Hey, did you see a Japanese woman come through here? Goes by Chitose. Japanese? I actually might know something about that. What you got? A few days ago, some guys got into a scuffle over in West Block. Apparently, a woman showed up out of the blue. Not every day you see a little Asian cutie like her in a dump like District 5. Anyway, she was all by herself with nowhere to stay and didn't have a mind to bring a tent. As you can guess, a fight broke out real quick over who got dibs on that one. Who'd the gal end up staying with? Don't know. Wasn't there to see the mayhem. Best bet is to ask around West Block. よりによった西ブロックとはな。何なんだ西ブロックって。第5地区の突き当たりにある区画だ。酒とギャンブル好きなホームレスが多くてよ、気性の荒い連中が集まってる。そんな奴らのテントに大丈夫なのか。案外頭のいい女かもな。一番喧嘩の強いやつに取り入ればここでの暮らしも安泰だからよ。ま、何かしら対価を要求される可能性はあるけどな。あんたが警官だってのが信じらんねえぜ。西ブロックってやつ案内してくれ。おい。なんだ。なんだお前ら、日本人か。あんたがホセさんか。血と接って子を探してんだが知らねえか。俺の女に何の用だ。俺の女と来たか。二人の関係に立ち入る気はねえけどよ、彼女に聞きたいことがあんだ。会わせてくれねえか。ダメだ。俺の女を誰に会わせるかは俺が決める。まあそう言わず合わせちゃくれねえか。彼女にパスポートを取られたんだ。返してほしくてよ。なるほどな。おめえらあの女を取り返しに外から来たんだな。道理で見ねえ面だと思ったぜ。そうはいくかよ。あんな上玉手放してたまるかってんだ。取り返すってのはちょいと語弊があるんだけどな。今言った通り俺はあの子に会って話を聞きてえだけなんだ。話はしまいだ。ヘイボーイズ。Get rid of these clowns。おい、こっちには警察がいるんだぞ。おいローマン、こいつら止めろよ。ホームレスと外国観光客の喧嘩に公僕が動いてくれるとでも思ったか。俺が守るのは健全なアメリカ国民だ。俺はれっきとしたアメリカ国民だっての。都合のいいこと言いやがって。お前らが勝手に招いたトラブルなのは事実だ。ま、頑張ってくれ。生き延びたらツアー再開だ。へへ。桐生さん、隊長どうすか。やっぱり言うべきじゃなかったかな。毎度こうやって気遣われることになりそうだ。そりゃそうでしょう。俺のことは心配無用だ。早いとこ片付けずですね。大丈夫だ。俺はいける。俺はいける。Here's them apart. Don't get smart with me. 後悔するなよ。手加減はなしだ。シェア。Don't get so. Well. 芝居だ。よし。さっさと来い。よし、回復しとくか。手加減はなしだ。加減しねえぞ。ここまで勘弁してやるよ。なあ、ホセさんよ。あんたが千歳ちゃんにマジで惚れたんなら、プロポーズの言葉はよくよく選べよ。俺の女なんて間違っても金輪際言わねえ方がいい。俺みてえにしくじっちまうぞ。はい。それで千歳って子はどこだ？それが、あの女逃げやがったんだ。逃げた？最初の晩だ。俺に酒を勧めてきてよ。俺もついつい上機嫌になって飲みすぎちまったんだ。どこかで聞いたことのある話だな。俺は薬盛られたんですよ。つかお前、最初の晩ってことは。そうだよ。あの女とはやってねえ。その前に消えちまったからな。それで俺の女なんて吹いて回ってたのか。情けねえな。それであの女はどこに行けばバラクーダの幹部に会えるのかって聞いてきたから、俺は裏への入り方を教えたんだ。お前、裏への入り方を来たばかりの女に教えたってのか。酔っ払ってたもんでつい。バカが。待てよ、裏って何なんだ。残念ながらツアーはここまでだ。追ってる女のことは諦めろ。ラッキーと言いたいとこだがよ、今さら引けるかよ。それになんだよ裏って。でけえ声出すな。なあ、もうここまでにしとけや。これ以上ここに足突っ込むと本当に死ぬぞ。そうはいくかよ。取られたもんはきっちり返してもらうし、聞かなきゃいけねえこともあるんだな。時間が惜しい。千歳が裏ってやつにいるんなら、さっさと案内してもらおうか。あいにくお前に選択肢はない。分かった。だが約束しろ。ここから先は今みたいな騒ぎを決して起こすな。俺の言う通りに動いて、余計な口は一切叩くな。それは裏とやらの中身次第だ。さあ、案内しろ。ついてこい。なあロマン、あんたらの言う裏ってのはヤバさで言うとどんくらいなんだい？そんなのは俺の機嫌の悪そうな顔を見て想像しろ。なんだよ、今さら釣れねえこと言うなって。ここでツアーを中止にしてくれりゃ、いくらでも愛想よくするぜ。そうしてやりてえが、俺らも遊びじゃないんだな。そうかよ。ならもう黙ってな。 We're going down. Party of four. The boss give you the okay? Don't give me that shit. You want me to take you out of here in cuffs? This is the 裏、異世界の入り口ってわけだ。